これは大変なことになってきたな。大戦争じゃねえか。 UBI ソフト、フランスにて700人以上の従業員がストライキを実施していると、週3日のオフィス勤務復帰に反発をしていると、そのような報道がございました。具体的には、UBI ソフトにて従業員が2024年10月の15日から3日間のストライキを開始したと、そのような報道がございました。で、このストライキに関しましては、在宅勤務の制限と給与に関する不満、本当にそれだけ？なんかもっとさ、突っ込みどころあるんじゃないか。なんかここだけじゃない感じもするけど、本当にこれだけか？まあそういうことにしときましょうか。なんかね、朝栗あの問題も結構関係してそうな感じがしますが、まあそこは置いときましょうかね。700人以上がストライキに参加と。で、ストライキのきっかけは、9月に経営陣から全世界の従業員に対して週3日のオフィス勤務復帰を求める通達が出されたことです。これに対して従業員側は約束が破られ生活のあり方が問われると反発をしていると。UBI ソフトの経営陣は、創造性を育むためにオフィス勤務が不可欠だとし、従業員に適用の時間を与えると約束しました。しかし従業員側は、2月に行われた給与に関するストライキの際に、マジで2月に行われてたの？ってことは2回目ってこと？で、まあそのストライキの際の要求に対して何の回答もない。これはひどいな。今回の通達が我慢の限界を超えたと主張。うわぁ、ユーザーからもめちゃくちゃ指摘されていて、で、内部の社員からも指摘されるって、経営陣マジでどうなってんだ。で、それに加えて株主からも、お前らもうさ、やめちまえよみたいな感じで文句言われていたりとか、とんでもないことになってるけど、もはやここがガンなのかな。ね、もうこれどうにかしないといけないよ、これは。いやけどこれひどい話だな、本当に。で、今回の通達が我慢の限界を超えたと主張と。で、労働組合のユニオンによりますと、700人以上がストライキに参加していると。で、これは2月のストライキと同規模なんだ。へぇ、2月にあったんだね。で、現在、パリ、モンペリエ、アヌシ、リヨンの UBI ソフト事務所が影響を受けていると。で、UBI ソフトは、スター・ウォーズ、アウトローズかな。こちらであったり、スカル&ボーンズ、プリンス・オブ・ペルシャ、まあ、なんかいろいろありますが、まあ、そういった新作タイトルが、振るわず。で、今回、アサシン・クリード・シャドウズ、安気で超大炎上、爆発大炎上みたいな、そういった状況なんですが、で、こちらの発売もですね、なんと、来年に延期するなど、経営面でも、苦戦を強いられていると。で、今年に入ってから、株価は 40% 以上下落と。で、9月には10年ぶりの、安値っていうところを記録していて、まあとにかくですね、もうとんでもないというかカオスな状態で、で、株主からもこれ以上株価下げるのはやめてくれよっていうね、悲痛な叫びもあったりとか。ただそれも虚しく、どんどん株価は下がっていると。まあついこの間一時的に持ち直したことはありますが、また再び下落を始めておりますので、で、内部からもですね、このような声も相次いでいたりとか、もうどうなってんだよっていう、まさにそういった状況ですよね。なんかもうさ、終わりというか、なんというか、何なんだろうなって、ちょっと思い出したわ。思い出した。結局さ、関ヶ原鉄砲隊の件とか、どうなったんだっけ。なんか関ヶ原鉄砲隊だけじゃないよね。なんか他にもいろいろやらかしていることが次々と発覚して、その代表的な例っていうのが関ヶ原鉄砲隊の旗をですね、無断使用していましたみたいな、まあそういった話なんですが、しかもその無断使用した旗をですね、なんかその限定版の特典にするとか、もはやわけがわからないんだけど、まあちょっとあれも問題ですよね。で、結局なんか UBI ソフトとしては解決しましたで、対外発表していたんですが、
一方で関ヶ原鉄砲隊からすると全然解決してないんだけどって本人たちは言っているので、もうなんかね、会社としてどうなんだろうっていうか、そもそもなんでこんなに意見が食い違ってるのっていう。で、別にこれって関ヶ原鉄砲隊に限った話じゃないんだけどさ、なんかもうよくわかんないっていうかさ、これもう存在していい会社なのかってレベルなんですよね。なんか割と真面目に経営陣は変わる必要があるんじゃないかなと思っていたり、まあそもそもね、退陣する予定とかないんかな。まあ株主からも、で、そのユーザープレイヤーからもね、意見が出てきて、で、おまけに社員からもですね、意見が出てきているわけで、で、ストライキにも発展してるわけだからさ、で、過去のストライキにも回答なしっていうのもさ、どうなんだろうっていうお話でもありますし、ちょっとこれはひどいというかさ、なんかもう、会社としてどうなんだろうっていう、もはやそのレベルですよね。で、あとなんかここには記載がされておりませんが、どうやら UBA ソフトとしては、8000人のリストラをね、予定しているみたいな、そういった報道も出ていたり、あの8000人のリストラの内訳が気になるけど、あれは何？まあ、純粋に首を切るってお話かと思いますが、まあ、そこの内訳とか実態が気になるけどね、まあ、希望退職を募る予定なのか、まあ、純粋にそのリストラなのか、まあ、外資系企業というか、外の会社なので、まあ、日本みたいにですね、自主退職を促すみたいな、まあ、希望退職を募集しますみたいな、そういった方向にはいかずに、まあ、純粋に、はい、君クビです、さようなら、みたいな感じなのかな。ちょっとあそこのですね、ニュースの続報もやってきませんので分かりませんが、まあ、大規模なね、リストラも、予定されているので、なんかそこに対しても、まあ、ストライキがあるかどうか分かんないけど、っていうかさ、泥船なので、むしろもう辞めたいよみたいな思ってる社員も多いかもしれませんし、ちょっとここはね、定かではございませんけど、まあ、とりあえずね、かなり UBI ソフト、問題が起こっているっていうことは分かっていただけたんじゃないかなと思いますね。まあ、会社の存続の危機だからな、本当に。なんか今ね、巷では、買収されるんじゃないかみたいな、テンセントが動いているんじゃないかみたいな、他の大手会社も、動いているみたいな、まあそういった話とかもあったりとか、まあどこまで本当なのか、どこまで真実であるのか分かりませんけど、まあいろいろとね、話題を提供してくれるこの UBI ソフト、ただ朝栗シャドウズの炎上皮切りに本当に次々となんか出てくるな。まあ逆に朝栗シャドウズがなければ、まあこんなことにならなかった可能性もあるし、まあなんとも言えない気持ちではありますけどね。追い出し部屋に入れとけ。まあ、これはね、バンダイナムコの件か。ちょっとここの追い出し部屋の件については、別途取り上げておりますので、もし気になる方はそちら見ていただきたいんですが。ただ、UBI マジでやべえな。結局ね、朝栗シャドウズも延期しますみたいな話にもなったし、なんかもっと早く延期を発表したらよかったもんね。ただ一方で、なんかその、重要なところは変更しませんみたいな話らしいので、だから何のために延期するかわからないよね。ただ多くの方がですね、もうこの会社潰れた方がいいんじゃないかみたいな話をしていたりするので、まあ相当嫌われているなと思いました。まあリモートをですね、辞めるみたいな、廃止するみたいなのは、まあ一理あるのかなと思ってはいますけど、結局なんかこれは社員がね、サボりまくっているので、結果としてリモート廃止みたいな、そういったね、側面もあるかと思いますので、まあ、なんだろうな。まあ、UBA ソフトだけがここについては一方的に悪いってわけじゃないかと思いますが、まあ、社員にもそれなりに落ち度があるのかなと思ってるけどさ。ただ一方で、明らかにですね、ちょっと UBA ソフト、問題を抱えすぎておりますので、まあ、今後どう出てくるかってところですよね。で、今回、700人以上の従業員が、ストライキをする運びとなりましたが、ただストライキをしても何も変わらなければさ、結局なんかもうさ終わりなんじゃないか。なんか賃金の時もさ、これを見てると結局何も回答がなかったって話だから、で何もさ回答がないのに働き続けるってのも謎だからな。まあ今回 UBI ソフトが8000人規模のリストラを計画してるっていう報道ありましたけど、このまま行くとさ8000人どころか
自主退職したいですっていう方もめっちゃ出てきて、下手すると1万人超えとか、その可能性すらあるんじゃないかと思いました。はい、まあそういったところで一旦動画終わりましょうか。皆様お疲れ様でした。ではまた、バイバイ。